皆さんこんばんは。今日は私が旅行中に肌荒れしないためにやってることを紹介したいと思います。地味な動画なんだけどね。うん、女性にはニキビが、ニキビ対策とか肌荒れ対策ってすごく重要だと思うので動画にすることにしました。私はですね、まず石鹸を持ち歩きます。もともと石鹸が好きっていうのもあるんだけど、何でもいいです。 あの、牛乳石鹸とか、これはペリカンのヨモギ石鹸です。これも結構香りが良くて良かったです。で、ちっちゃく切ってこういう風に瓶に入れて持ち歩いてもいいし、もしくは、こういう旅行用のソープケースを買うと便利です。うん、これすごく便利です。ソープケースがあると、うん、私は大体いい3泊4日とかが多いので、 大きい石鹸を持っていける方が体も顔も洗えるしメイクブラシも洗えるので便利ですでね石鹸にこういうちょっとピント合わせますねこのにんにくとかあとレモンとか買ったらついてくるこういうネットを取っておいて石鹸をネットに入れて持ち歩くとメイクブラシを洗う時にねこういうふうにそのまま洗えます そのまま洗えて、で、干しておけば、ホテルで干しておけば、ホテルって乾燥してるので、一日で何でもよく乾きます。うん、靴下とかも洗えるし、私は下着とかも全白分持っていきません。あの、洗って干して、また同じやつを使います。そうすると荷物も減らせるし、お土産ももっといっぱい、そのスペースができた分買えるから便利です。 あとですね、毎日してることは、この、アルコールワイプアルコールワイプを持ち歩いて、うん、メイクブラシとか、スポンジとか洗えないときは、表面をそれで拭いたりして、メイクするだけでも、うん、菌を減らせるので、肌荒れを防げます。でね、このちっちゃいアルコールワイプで、イヤーバット。イヤーバットは毎日拭きます。イヤーバットと、 あと、耳の中ですね。おきれいにします。耳の中って結構、多分、汗かきの人は結構 <laughs>、うん、オイルが溜まってると思います。私のね、旦那とかは結構、耳の中がオイリーになるタイプで、イヤーバット使えないんだけど、私はイヤーバットで音楽聴くので、うん、いつも、毎日そこれで、携帯と、携帯のスクリーンと、イヤーバットはこれで拭いてます。と、耳の中。 で携帯を拭くことってすごくニキビ予防に大切です。携帯ってずっと拭いてない人は多分便器よりも汚いと言われてるぐらい菌がいるので、携帯をアルコールワイプで拭いたり、または UVC ライトで殺菌することはすごく肌荒れ対策に重要です。でね、これは、あの、アルコールフリーワイプで、ベンザルコニウム、クロライド、ジアエン酸、ベンザルコニウムですね。で、 こう,こういうアルコールフリーのワイプとか99%菌を殺せますって書いてるのは殺せない菌もいるんですね。ノロウイルスとかあとロータウイルスとかはアルコールワイプでもうん、殺せないと言われてます。だから石鹸で手を洗うのが一番いいです。あの、完全にコロナ対策とか悪い菌を殺すにはもう石鹸で手を洗うのが必須です。<laughs> うん。 でね、固形石鹸の方が手荒れしにくいです。手が乾燥しにくいし、エアポートとか、ホテルのハンドソープは結構、うん、強いものが多いので、敏感肌の人は肌が乾燥しやすい人が多い,多いと思います。あと、ホテルのシャンプーとかも、髪がすごい乾燥してる人は一発で髪がダメになることがあるので、やっぱりめんどくさくても持っていくことが大事かなと思います。うん。 参考になれば幸いです。みんなも旅行中にやってるうん。肌荒れ対策とかスキンケアとか。おすすめの旅行グッズがあれば教えてね。またね。バイバイ。